宇宙世紀0080。後に一年戦争と呼ばれた凄惨な殺戮劇は幕を閉じた。人類はようやく平和を取り戻したのである。しかし終戦を迎えたことにより地球連邦政府とジオン公国の対立は、地球に住む者と宇宙に住む者との対立へと、その意味を変化させていった。この戦争をきっかけに歴史は大きく動き出す。次なる戦いのための終戦、破壊のための建設、このひとときの平和もまた新たなる混沌を迎えるための休息でしかなかった。歴史の果てから面々と続くこの愚かな行為は、人類が存在し続ける限り続くのだろうか。遥かな宇宙の闇を照らすのは人々の希望ではなく、戦いの炎なのだろうか。人の核心たる新しい人、ニュータイプの出現は時代を照らす光明となり得るのか。人々の平和への思いとは裏腹に、戦いは予期せぬ第二幕を開ける。サイド3を制圧し戦いに勝利した地球連邦はジオン公国を解体。ジオン公国の首脳部は裁判の結果、戦犯として処刑されたのであった。人類史上初のスペースコロニー国家はここに滅亡したのである。しかしこの連邦政府の行為は生き残ったジオン将兵を結束させ、連邦の支配に対する抵抗運動を激化させることとなった。一方連邦政府はこうしたジオン将兵の動きに何ら具体的な対策を取らず、地球の戦後復興にのみ目を向けていたのであった。こうした連邦の油断をつくようにジオン軍残党が動きを開始する。元親衛隊隊長エギー・ユデラーズ率いるデラーズフリートが連邦に対し宣戦を布告。さらにジオン残党軍最大の勢力アクシズも地球圏への移動を開始したのである。果たしてレビル率いる連邦軍はよみがえったジオンの亡霊に再び勝利することができるのだろうか。デラーズフリートが本格的な軍事行動を開始しました。また宇宙要塞アクシズが戦線を布告。さらに各地のジオン残党もその動きに呼応し行動を開始しました。政府の高官どもがギレンの処刑を決定した時点である程度の事態は予想していたが、アクシズの参戦までは読めなかったな。はい、戦後傍観の姿勢を保っていたアクシズが動くとは予想できませんでした。しかしアクシズが地球圏に到着するまでまだ時間があります。いや、油断はできん。アクシズの早すぎる宣戦布告と地球圏への到着の遅れは意図的なものだ。地球圏に混乱を招くためのな。将軍はまだ何かが起こるとおっしゃるのですか？ああ、この混乱に乗じて自らの野望を叶えようとする者が必ずいるはずだ。アクシズを倒しただけではこの戦い終わらんよ。報告します。ジオンによって破壊されたスペースコロニーがコロニー公社によって復興されました。復興はまだ完全ではありませんが、軍事拠点として使用することも可能であるとのことです。ゴーウェン将軍からガンダム開発計画が提案されました。一年戦争において圧倒的な性能を示したガンダムがより強力な機体として完成すれば、我が軍の勝利は確実なものとなります。予算の投入をご検討ください。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか？
開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？